何でも。この仕事結構きついよ。うちで働けなかったらどこ行くつもりだったの？どこでも。ふん、水族館じゃなくてもよかったのか。実はここもうすぐ閉館するかもしれないんです。え？この先も続けるにはたくさんお金がかかるらしくて。私、アイドルをクビになってここまで逃げてきたんです。私の夢は終わったんです。あの子は連れて帰ります。私はガマガマ水族館が大好きなの。ここは私のふるさと、大切な場所。ここをずっと守り続けていくことが私の夢なんだ。私の夢を手伝って、フーカ。応援してあげたいじゃない。ククルがあんなに頑張ってるんだから、五つ星シェフ、テルヤ月見にお任せあれ。大人になると飲みたくなることもあるんだよ。あいつのこと助けてやってほしいんだ。ほらワクワクしてきたぞ。水族館の飼育員ってやっぱりいいね。この調子でお客さん増えてくれるといいね。うん、頑張ろう。